出ました。いやお出たぞお前ら。あっ、出た出た出た、うわ出たこれ。こんにちは、鈴木健三です。今日は、本日は2017年10月6日金曜日でございますけれども、10月9日月曜日が体育の日ということで、明日から土日月と3連休になってるわけですね。なんで今日からこれ3連休3日間でもう仲間呼び連鎖を使ってもうねちょっとパーティーを完成させてしまおうかなと思いますので、一応目標として宣言させてあ、これ一応動画用に今撮ってるんですけども、配信でこれ言っちゃうともう寝ちゃいけないみたいな雰囲気がいっちゃうんで一応そこひよって動画用で宣言させていただきますけども、一応目標としてやっていこうかなと。なんでよろしくお願いします。というところで今日も今日とて配信しながらね、ここからはちょっとずつ進めていこうかなと思います。またちょっとちょくちょくとカットになると思いますけれども、よろしくお願いします。あ、怪しそうな草だ。はい、復活草。え、何それ、何それ、なんでそういうことするの、ちょっとやめてよ。かわいい。誰、これって新ポケモンですか、これって新ポケモンですか。え、欲しい。かわいくない。こいつにしようぜ。わ、なになになに、でかい、なに、こんなでっかいの、誰、かわいい。ラランテス。カリキリの進化これ。カリキリの進化、ねえ、かわいい。めっちゃ良くない、超欲しい、俺、こいつ。普通にもう自分が好きなの行こう。それが一番いいと思います、僕は。そう、僕はそう思います。皆さんも、そう、かわいい。萌え。かわいい。大好き。あ、オスだった。もうオスでもいいよ。強いポケモン、弱いポケモン、そんなの、人の勝手。本当のうんたらかんたらなら、うんたらかんたらかんたら、早く大人になりたいんだ。ほら、来い来い、もう呼べ呼べ、お前早く。5時半だぞ、お前。今50なの、早いね。もう50ですか。100だぜ、500。500匹目です。連鎖100回目。おめでとうございます、皆さん。次が108。なんと、煩悩の数でございます、皆さん。記念すべき。お、さあ、呼びました。これで来るんでしょうか。煩悩の数です。さあ、現れません。まだじらしますね。俺のターン。左、右、A、B、エネミーコントローラー。左、右、A、B、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン。てて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 てトゥー、やべやべやべ、あ、いいだろ。200でーす。はーい、200だぜ。やべえな。250ですこれ。これ250ですよ。おかしいでしょ。現れなかったな。全速全身だ。てて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 。300だべ。なんだよ300って。
ふざけんなよ。こら、こら。あ、やっちゃった。ああ、やっちゃった。あ、出てきた。よし。てめえ、おい。せーの。あー、しょうがない。あー、うるい。これが325かな。325だけどまだ出ない。ブルーアイズホワイトドラゴン、エネミーコントローラー、左右 A B、 転びのバーストストリーム、トゥ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 。450ですかね。恐ろしいな。本当に500あるな、これな。よし。お！やったー！やったー！よっしゃー、よっしゃー、きたー、よっしゃー、やったー、出たー。あーあー、長かった。453、リセット、間違って倒してしまった分も合わせると、783回目の連鎖で出てきました。おーし、よしよしよし、どうする。プレミアボール、ハイパーボール、スーパーボール、なんかもう何でもいいか。普通にダークボーニズが夜だし、夜や洞窟など暗いところでも、これ捕まえられれば何でもいい。行け行け、入れ。なんかすげえスポーツマンみたいなデザインだね。あーし、あーし、あー、なげえ。もうやったー。ちょっと待って、いらないいらない、まだだよお前は。お前らまだだ、落ち着け。あー違う違う、あー違う違う。あー、もうみんなみんなだ、ごめん、お前まだだ、まだだよ、まだまだ、違う違う。はい次、はい、お前も違う違う、まだまだまだだ。はい違う違う、はい、落ち着け落ち着け、まだだよ、まだまだ。はい次、はい次次、はい、お前もまだだよ、まだまだ、はい、まだ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 、おーし、あー。よっしゃー、よっしゃー、おい、きやったかわいい、やった。カリカリ、カリ首は、カリ首ってダメかな、カリ首ってつけれねえかな。あ、いけんの、あ、いけ、あ、いけ、ちょっとごめんなさい、失礼しました。うん、あ、
何どうしたの、うん、かわいい。かわいい。どこがいいの、ここ、ここ。ん、どこがいいの、かわいい。ここ、ここ。いや、ここは。ここは嬉しいの、これ何嬉しい顔。あ、ここが嬉しいのか。おう。おう、何このつぼみの部分。おう。よかったね。遅かったね、来るのね。ねえ、遅かったよ。待ってたよ、ずっと。700ぐらい。本当に長かったよ。来てくれたね。かわいいね。黄色いんだね、色がね。まだ終わりではない。まだ終わりではない。まだ終わりではない。こんばんは。カラカラをね、ちょっと狙っていきたいなと。思っているんですけれども、ちょっと出てくれれば俺たちも安心してね、熟睡できるわけですよ。僕らのこの睡眠をね、睡眠って言ったら、おー出てしまいましたので、ここで狙っていこうかなと思います。ということでカウンターをリセットします。前回が連鎖が453 残り、人生の残り時間無駄にしてる。別に俺これ配信してなくったって、どうせ何だらだら2ちゃん見たりして過ごすんだから、同じだよ同じ。まだこっちの方が生産性あっていいだろ。いや、みんなそうじゃない。別にさ、配信してなくったってさ、その俺が配信してる時間さ、例えばさ、どうせさ、なんかだらだらさ、スマホいじったりとかさ、なんかしこったりしてさ過ごすわけでしょ。だったら別にね、同じでしょ。綺麗系のメッキ上がり始めてるなんてことを皆さんは言うけれども、これはちょっとどうなのかなと。言い方ってものがあるんじゃないかなと。もうでもね、言葉遣い等々、日本語の美しさを、皆さんにね、お届けしていきたい。思いますので、また、綺麗系配信者、鈴木健三でよろしくお願いしますよ、本当にね。やらなかったやつのセリフ、かっけえ、何それ。そう、本当だよ。やらなかったやつのセリフだから、かっけえ。そうだな。やらなかったやつのセリフ、本当、あ、俺それ使うわ、今後。鈴木健三語録みたいな。時間の無駄だとか、言うやつがいるけど、それって結局やらなかったやつのセリフだからな。かっけえ、超かっけえ。あ、いいねこれ。健三は言葉薄い。あ、そう薄いですかね。まあ別にいいでしょ。そんな言葉に重みのある実況者なんて嫌でしょ。一個一個かっこいいこと言っていくの、ホエマーですか、詩人ですか。痛すぎるでしょ。俺たちの絆を見せてやろうぜみたいな。ダセーダセー。夢は見るもんじゃない、叶えるものだ。うるせえよ、うるせえな、うるな。まだわからん。次だ次。あー、お前じゃねえ、お前じゃねえ、お前じゃねえだろ。次だ。あ、あ、こっち。あー、お疲れ様でした。さよなら。まあ出てきたね。よし、じゃあこっから、前回が、304連鎖して、手に入れることができなかったということで、リセットさせ、カウンターをリセットさせていただいて、こっからやっていこうかなと思います。134かなっていうかな。なんでしょう、バック手羽先に変えよう。命中率全下げして手羽先に変えよう。命中下がってるね。よし、入れ替えよう。やれることは、やれることは全部やるぞ、俺。峰打ち。行くぞ。来い。これで、わらがき、使えるんじゃないな。どっちに、え、二人に当たる、え、マジでマジでちょっと待って、え、なにこれ、選べないの、わらがきは。え、んちょっと待って、ちょっと待って、え、なになにこれ、ほんとに、ちょっと、おい、ふざけんじゃねえぞ、マジで。何やってんの、この人。なんだよ。バカ、さよなら。もうおこ、ああ。
初手砂掛けでね、行きたいなと。よし。ああ、いいね。早速出てきました。こいつにまず砂をかけまくって、命中を下げよう。という。あ、いいね。やっぱいい色だね。こうやって見るとね。手持ち5匹、手持ち5匹見て、この。手持ち5匹。これめっちゃ良くないですか？これが僕はちょっと砂かけ。まず砂をかけまくる。何用はない。通常食のゴミね。ちいけ。色違い希望ね。もういいだろ、俺は。カラカラってブロックルーチンかかるな。そうなの？ワザップに書いてあった。マジか。ワザップがそう言うなら間違いねえな。いいだろ？来てくれたって。来てくれたっていいだろ？何がダメなんだ？何が気に入らないんだ？何がダメなんだ？ダメなら、ダメなとこあれば直すから。ダメなとこあれば直すから。絶対色違い出てくれよな。ワクワクストア。似てる。デキシ。ネミヤ。あと10分だよ。今日が終わるまで。やべえな。マジか。こんなに出ないとは思わなかったな。頼む。もういいだろう。さあ。やべやべ。いや、現れねえな。なんかこいつちょくちょく現れないターンがあるね。困るな。俺もやることねえよ、そんなターン。木の実のジュース。もうあと一個も、木の実のジュースいらねえから。20しか回復できねえから。手羽先な、一応な。あれ、使うかもしんないから。峰打ち要員として。あ、来た！やった！よっしゃ、終わった！ようやく寝れる！よし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 ！頑張った！頑張ったよ！みんな！頑張ったよ！来たよ！やったよ！みんな俺やったよ！みんな！俺やったよ！みんな！俺やったんだよ！みんな！来たよ！頑張って！あ、怖え！怖え！こっちだ！みんな！来たよ！よし！終わるよ！よし！やった！よっしゃ！寝よう！早く寝よう！早くしろ！おい！早く寝かせてくれ！俺は明日一限なんだ、てめえ、この野郎！おい！ふざけんじゃねえぞ！やっとだ！お前仲間呼ぶな！呼ぶんじゃねえよ、てめえ！呼ぶんじゃねえよ、お前！ふざけんなよ、マジで！おい！終わるぞ！なんだ、くん、お前も来てんじゃねえ！なんだ、この野郎、バカ！おい、ふざけ、おい、いい加減にしろ、マジで、お前ら、これ、ね、ちょ、調子乗ってるな、お前らな。なんかな、俺が、おい、ちょっとなんか下手に出てたら、お前調子乗ってんな、おい、これ。なんか俺が、おい、なんだ？おい、急に。俺がなんかな、こう弱音吐いてたら、いつになって許してください、言ってたな、確かに。けどなんだ、お前ら、急に。なんだ、その調子乗ってる感じ。ふざけんじゃねえ、どっちか、はっきりしろ。捕まえさせてあげるのか、それも捕まえさせないのか。手羽先行け、手羽先行け。峰打ち、よーし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 、いけ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 、お前、これ、行くぞ、お前、マジで。これ捕まえるぞ、お前、確実に。手羽先を、あ、回復させといて、お前呼ぶんじゃねえぞ、よし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 、峰打ち、峰打ちしたらさ、え、峰打ちしたら呼ばねえ、呼ばねえよな。え、お願い。ボール投げてみろ、一回。ボール投げてみよっか、一応。ボール投げさせてくれ。こいつが仲間を、ハイパーボールでいいだろ、ハイパーボール頼む。いけいけ、お、捕まれ。お前、おっしゃ、投げろ。よし、いけいけ。おい、何回やらすつもりだ、お前。千以上やったぞ、お前。捕まれよ、マジ。うん、はい。ガーやったー、よーしゃーよーしゃーイエスイエス。死に別れた母を思い出して大声で泣く。声を聞きつけたバルジーナに空から狙われる。あー、そうなんだ。もう何の関心もね。カラカラの名前なんか何にすりゃいいんだ。カラカラ。何？わかんねえ。あー。バチ当たりだよ、こんな遺骨持って。やめろ。マラマラとか知らねえ。もうダメだ。ああ、もうダメだ。またそっち系。もうちょっとそっち系じゃない方にしようぜ。なんか、こう、かっこいい。なんだ。
オッケー。いけんだろ、これで。よし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 。素晴らしい。よし。レポート、レポート、急げ。レポート書かせろ。よし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 あー、やったー。揃ったー。揃ったおい、見ろ。手羽先、陰菌、風太くん、イワンポ、仮首、まらまら、よーし。お前、遅えよ、くんの。おめ、マジで、お前、ちょっとマジで。わぁ、ちょっと。陰菌、お疲れ様だ、お前も。頑張ってたね、ほんとにね。よっしゃ、明日から、殿堂入り目指して、ちょっとやっていきたいかなと、思います、皆さん。よっしゃ、いや、この進歩はでかいでしょ。おい。おい、なんだてめえ。おい、遅えよ、マジで。どこだ、お前の嬉しいとこは。どこどこ、わかんねえ。お前、表情が、お、ここ表情が読めねえな。お前、これ、母さんの骨だろ。お前、お母さんの骨でお前、戦っちゃダメだよ。罰が当たるよ、それは。てか、遅えよ、マジで。もっと早く出てきてくれ。よかった。よかった。出てきた。あー。長かった。あー。合計が、多分1050以上、連鎖で。やりました。というところで皆さん、ようやくパーティーが揃いました。ここで、何ですか。ここから、ここでようやくパート2の動画が作れるということで、お疲れ様でした。2017年10月10日0時45分、パーティーが完成しました。殿堂入りに目指して、ここから、頑張って、やっていきたいかなと、思います。というところで、お疲れ様でございました。皆さん、本当に。すいません、ありがとうございました。お相手は、鈴木健三で、ございました。さようなら。ああ、やっと眠れる。ああ。マジで。疲れた。俺明日一限だぞ、本当に。長かった。長え。さあ、ということで、皆さん、大変時間はかかりましたけれども、なんとか仲間呼びで、6匹、揃えることができました。ということで、やった、なんとか間に合いました。ウルトラサンムーンの発売までに間に合いましたので、ねえ、これで、ようやく、殿堂入り目指して、やっていって、そしてウルトラムーン、サンムーンに移動していきたいなと、思います。ということで、どうもありがとうございました。もう本当にね、こう見ても可愛くて、もう、ね、見てこの、ね、な、もうこの置き方。クソ可愛いでしょ？これだって、俺しか持ってないぜ。この色。俺しかってわけじゃないけどさ、このパーティーはお前少なくとも、俺だけだろ、これ全部色違いで、お前。こんなに可愛いことはない、お前。他の人とは違うんだ、みたいなね。可愛さがあると思う。ぜひ皆さんもですね。まあ、前回で言うところの鈴木健三式、細く虫厳選だの、ね、仲間呼びだの、自然遭遇だの、やってみていただきたいなと、思います。可愛い。なんか、お前笑うと、パククネに似てるな、お前な。仮首な。可愛いけど。でみんな進化させたいね。だから、ウルトラサンムーンで、進化させて、その図鑑に載せていきたいなと、と思いますので。なんでね、ちょっと、進化せずに、で、遠いに、もうそこも縛っていこうかなと、思います。ということで、お相手は、鈴木健三でございました。また次回、お会いしましょう。